3、2、1、0。2月の27日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布で切る。最近確定申告をしている方多数、僕も昨晩確定申告しました。今から帰る各駅停車で、これが本当の確定申告、それは違うと言われてしまった。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。季節の味、たけのこ昆布、3月1日か2日に入荷します。イカナゴの釘に多少遅れ気味です。今日は海鮮丼ぶり塩昆布仕上げです。海鮮丼ぶりに塩昆布を乗せてしばらく経つと、昆布の風味が刺身の部分にぐっと染みて、一味二味素晴らしく美味しくなります。どうかお試しあれ。店長まっちゃん、仕事が乗ってくると神が降りてきたってまた言ってる。神も降りてきたらいいのにね。